はい、どうもめいチャンネルです。本日はアメリカンエクスプレスさんのユニバーサルスタジオジャパン貸し切りナイトということでですね、こちらのホテルユニバーサルポートさんの方に一泊お邪魔させていただきたいと思います。早速ね、これからチェックイン手続き向かっていきます。はい、こちらに最上階のプランということでですね、優先レーンがあるみたいです。はい、今ですね、チェックイン手続きが完了したんですけど、お部屋のね、準備が整うまでもう多少ね、時間あるそうなので、これからね、ラウンジの方にね、向かっていければと思います。いや、もうね、来たなっていう感じしますね。ラウンジがあるのも嬉しいですね。はい、こちらはね、ラウンジ R。ラウンジがこちらでね、いただけるみたいですね。上にね、ティラノサウルスの化石なんかもあったりしますね。こちらのね、ラウンジ R の方で、こういったオレンジジュース、グレープフルーツとかのソフトドリンクはもちろんなんですけど、アルコールもですね、朝の8時からですね、夜の20時まで飲んでいただくことがね、なんとできるラウンジがございます。そしてね、一度だけね、ピティフールといって、まあなんかアフタヌーンティーみたいなんでしょうかね、いただく権利がね、1回だけチェックアウトまでにあるという感じでございます。で、本日はね、こちらの1461というね、お部屋の最上階の部屋となっているので、優先ね、チェックインもできました。で、公式ホームページからの予約特典ですね。はい、こちらね、ビールとプティフールといった、まあ、こんな感じのね、アフタヌーンティーみたいな感じのね、ものをいただいております。いいですね、いただいていきたいと思います。はい、ということでね、さっといただいてお部屋の方に、ね、向かっていきたいと思います。ウィー、いただきます。まあ、これがね、朝8時から20時までね、お酒も朝から飲めるっていうのはね、嬉しいですね。これ8時から20時、ただ明日運転があるんでね、朝食後朝起きてからもうね、食べることは飲んだりすることはできないんですけどね、ソフトドリンクをね、いただきたいと思います。じゃあ、ね、いただきます。うん、料理的にもいいかもしれない。うまい。このソフトドリンクのバタフライピーティーとかもなんか気になりますね。バタフライピーティー、紅茶なのかな、ピーチティーみたいなのかな。はい、そしてカフェラテとかエスプレッソなどもございます。はい、はい、ということでね、これからお部屋の方にね、向かっていきたいと思いますけど、もうエレベーターはね、ミニオンだらけ、かわいいですね。ユニバーサルポート来たっていう感じします。おお、中もめちゃめちゃミニオンです。ではね、最上階上がっていきたいと思います。本日ね、14階の、最上階のお部屋ということもあって、優先チェックインもね、させていただいたっていう感じですし、明日の朝食につきましても優先レーンがね、あるということでございます。もうなんかスイートみたいな感じなんでしょうかね。楽しみです。14階です。ドアが開きます。おお、すごい、こんな感じのね、お部屋階となってます。そして1461室だけなんでしょうか。すごい、完全な離れじゃないですか。すごいです。本日はこちらかな、これかな、防護室が書いてないけど、お、こちらですね。カードは差し込むタイプとなっております。おお、すごい、もう荷物もね、入っております。ちゃんとね、靴を脱ぐタイプ感じになってて、いい感じですね。はい、では靴を脱いで入っていきたいと思います。はい、ということでね、お部屋見ていきたいなと思います。入っていただいて、まずね、左手姿見のね、鏡がございます。そして靴べらとか、はい、このようにですね、スリッパなどが置いてございます。で、入っていただいて右手、お手洗いですね。こんな感じ。おお、自動で開くタイプ、すごい、めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。かなりおしゃれ。そして中ね、すごっ、すごくないですか。めっちゃすごい。もうね、荷物入っておりますけど、
やば、これはすごいですね。はい、っていう感じで、まあ玄関ね、こんな感じですけど、本日はこちらのお部屋なんですよね。エレベーターホール上がっていただいて、あ、プレミアムパレスってこの2部屋しかないのかな、ね、最上階でこの2部屋しかなさそうです。本日はこちらのお部屋となっております。素晴らしい。はい、じゃあ入っていきましょうかね。で、入っていただいて左手に洗面台、鏡めちゃめちゃ大きくてかなりおしゃれじゃないですか。はい、で子供用のアメニティだったりとか、はい、こういったねアメニティ類が置いてございます。すごい、お、石器製まで置いてある。これ女性嬉しいんじゃないですかね。お花とかってコップ類と、でこの玉手箱みたいなのね、めちゃめちゃおしゃれ。これがどうやって開けるんだろう。こう引っ張ったら開けられるんじゃん。硬いんだ。はい、こんな感じでヒゲ剃りとか歯ブラシとかコットン類、かなりこだわってますね。はい、そしてバスソルト、なんだろう、バブルバス、ピーチとかマスカット、かなりかわいい。これすごいですね。こんな感じです。そして下にねタオル類がこのように置いてございます。体重計、こういう感じで体重計置いてあるのを初めて見ました。すごい。そしてレディースセット、これはなんだろう、洗面化粧とかそういう感じなのかな。はい、でドライヤーです。ちょっとね開けて見ていきましょう。ドライヤーは、はい、パナソニック製のナノケアですね。はい、まあ十分いい感じじゃないでしょうか。すごいな、このお部屋めちゃめちゃすごい。そしてね、お風呂見てください。こういう感じなんですけど、このテレビめっちゃ大きい。シャワールームもこんな感じでね、あ、これ上ミストが出るタイプなんだ。すごっ。このように温度確認だったりとか、ミスト？なんだろう、レインシャワーなのかあれ。すごいですね。で、このようにね、泡を、ね、出していただいたりとか、調光のね、調整などもしていただくことができるようになってます。これはすごいぞ。そしてテレビ。はい。こうやってつけていただいて、まぁ、ちょっとね、音消しときましょうかね。ああ、ちゃんと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのね、宣伝になってます。つけっぱなしにしとこうかな。これはすごいじゃないですか。そしてシャワーのね、水圧、ちょっと見てみましょうか。ああ、パターンが何パターンかね、選べる感じなんですね。水圧は十分じゃないかなと思います。いやー、すごい。そして、バスローブね、ちゃんとユニバーサルポートのね、ロゴが入っておりますね。で、洗い物のね、カゴだったりとか、ゴミ箱がこちらにございます。で、こちらの方には、はい、ドレッサーがね、ありますので、ああまあね、かなり考えられてますね。で、こちらにクローゼット、はい、このようにございます。こっちが、反対側は、ああ、セキュリティボックス、セーフティボックスだったりとか、これナノイーの、なんだろう、髪の毛よ、そんなことできるんですよ。毛先のパサつきが気になるときは毛先ケアモードとか、お肌にもね使える感じなんだ。これ女性めちゃめちゃ嬉しいんじゃないでしょうか。私もちょっとやってみようかな。はい、そしてあれ開かないぞこれ、構造上これしか開かないけどはい、ユニバーサルポートの、あ、子供用のも入ってますけど、ルームウェア、かわいい。開かないんですね。これは大丈夫かって感じですけど。で、はい。ドライクリーニングのね、袋があったりします。すごい。ここもね、ちゃんと人感センサーになってるの。すごいですね。いやー、このリビングすごくないですか？夜景とかいい感じなのかしら。あー、ユニバがね、一望できる感じになってますね。こんな感じ。
これは夜もね楽しそうですね。はい、こんな感じでございます。すごい。はい、でこんな感じで景色をね見ながら飲んでいただくこともできそうな雰囲気のねテーブルが置いてあったりとか、これがミニバーの方なんですね。ああすごい、ちゃんとネスプレッソマシーンもねしっかりとしたもの入ってますよ。でお水でインフォメーションとかね電話とかルームデリバリーラーメンとかある、これめっちゃ嬉しい。はい、いい感じじゃないですか。で Wi-Fi だったりとかですね。はい、こんな感じでございます。で下が冷蔵庫でしょうかね。はい、おいい感じ、カルピスとかクーとかホロ酔い一番絞りお水とか入ってます。これはね有料なのかしら、どこまでが無料なのかがね、ただ料金表はね特にない、無料なのかしら、ちょっとね確認してみたいと思います。はい、そして反対側はあグラス類ですね、伊藤園のほうじ茶とか煎茶とかがねこのようにございまして、コップ類、そして電気ケトル、はいこんな感じでございます。で下にもねコップ類があって、下はアイスペールがございますといった感じですね。いやすごいな、これでねミニバーとかも無料だったら最高ですね。でソファテレビ BOSE のねこんな感じであったりしますし、はい、LAN ケーブルとか USB-A とコンセントがねございます。いやすごい、ソファーもめっちゃ広々、天井なんかもねすごく雰囲気があっていい感じですね。おお面白い、レイ君好きそうだな。はい、でこういったお花がねあったりとか、あこれマッサージ機なんだ、面白い、足のねマッサージ機と、これ腰とかにね使っていただくマッサージ機がねございます。嬉しいですね。そしてベッド、はいこんな感じ、常備灯があって、エアコンのコントローラーとか、あとこちらにですね、あ、ライトのね、調整、雰囲気をね、変えていただくことができそうですね。はい。いやー、かなり、なんだろう、竜宮城みたいな感じでしょうか。はい。で、サイドパネルにはね、こういう感じで、電気のね、コントローラーがあったりとか、この蒸気でアイマスクとか、なんだろう、これ。ハーバルリラクゼーションシート。こういうのなんか細かいところ嬉しいですね。で、コンセントが2箇所あるという感じです。で、反対側にも同じセットがね、ありまして、時計と蒸気でアイマスク。はい、ございます。これは嬉しいですね。細かいところ行き届いてる感じしません?今日はね、こんな感じのお部屋にね、一泊させていただきたいと思います。はい、それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度の方を測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロード下りが 21.37Mbps、アップロード上りが 3.09Mbps。上りがね、なんか不安定な感じですね。まあ、普通にね、ネット使う分には問題ないと思いますけれども、まあ、ライブ等ね、させていただく場合には、一応ね、LAN ポートがありますんで、LAN ケーブルをね、使っていきたいなというふうに思います。はい、ということでですね、こちら。ユニバーサルポートさんの方にかなりね、久しぶりにね、お邪魔させていただきました。で、このお部屋ね、すごい。もう、レイ君もめっちゃテンション高いですけど、かなりすごいですね。多分ね、これ、プレミアムパレスっていうお部屋なんですけど、このフロアにね、2部屋しかないんで、多分ね、スイート的な扱いなんじゃないかなというふうに思います。で、こちらのね、最上階のフロアの方は、優先チェックインがまずありまして、14時からね、チェックインできますし、レンもね、優先してチェックインがね、できると。そしてラウンジのアクセスがついていて、そして朝食に関しても、優先レーンがあるんで、並んでても優先的にご案内していただけるとね、いう特典があります。そして、冷蔵庫の中の飲み物無料だったりとか、で、今回はですね、一応ね、外観がなんか工事中で、景観が悪いので、めちゃめちゃ安い料金になってるんですよ。多分通常もっと高いんでしょうね。4万3000円のところ、まあ、全国旅行支援を利用して1万円引いてですね、3万3000円でこれ泊まれてるのは結構奇跡的なんじゃないかなというふうに思ってます。結構びっくり。はい。最高です。朝食付きですよ。はい。ということで、まあ、で、本日はですね、冒頭ね、申し上げた通り、こちらのアメックスさんの貸し切りナイトのためにですね、久しぶりにね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの方にね、ユニバーをね、
満喫したいなということでやってきたんですけども、今ね、部屋でかなりテンション上がっております。で、こちらのね、ユニバのですね、イベントにつきましては14時から入れてですね、19時から貸し切りという形になってます。で、私の方はですね、さらにね、マリオのね、エリアの方に入っていただくことができる時間も決まってて、20時から21時の間はね、入っていただくことができるようになってるので、めっちゃ楽しみです。ということで、ちょっとね、ゆっくりして準備ね、整えて、ユニバ、向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、ということでですね、今ユニバーサルスタジオジャパンの貸し切りナイトですね、アメックスのね、やってますけれども、レイ君楽しんでる？楽しい。はい。なので、もうじきですね、20時回りますので、これからね、我々、20時からですね、マリオのエリアの方に行けるので、そちらの方に向かっていきたいなというふうに思います。そちらを楽しんでね、ユニバーサルポートのね、プレミアムパレスの方に戻っていきたいなというふうに思います。すごいことになってますね。めちゃめちゃすごい。はい、ということでね、レイ君と今ヨッシーの方にね乗ってます。いやー、レイ君すごいね。ボタン押していいからね、これすごい。はい、めちゃめちゃね、作り込みがすごい。あ、ドッスンがいる。レイ君ドッスン、ドッスンがいた。おお、レイ君ドッスン、ドッスン怖い。いやー、これはね、作り込みがほんとすごい。ねえ、卵見つけたらボタン押していいんだって。おお、こんな感じでですね、こちらね、ピノキオカフェの方にやってきまして、ケーキとですね、こちらのやつをいただいていきたいと思います。はい、じゃあね、いただいていきたいと思います。ケーキの方にね、チョコケーキをあげたいなと思います。おいしい。はい、でこちらのですね、これはね、食べ方があって、まずね、頭を取るそうですね。熱い熱い熱い、じゃん。おお、頭を取って、めっちゃ熱いんですけど、これをね、ちぎって、これ食べていくという感じです。うん、濃厚、うまい。はい、ということでね、こんな感じでめっちゃね、大満足でございます。まだね、9時半なんですけど、もうだいぶね、疲れてきましたんで、これいただいたらお部屋の方にね、戻っていきたいなというふうに思います。はい、でアメックスのね、貸し切りナイトということで、めっちゃね、空いてて最高でした。もうフライングダイナソーとかドリームライドとかね、大体もう15分待ちっていう感じですね。もう最高です。はい、なのでこれからね、お部屋の方に戻ってライブをね、お届けしていきたいと思います。そちらの様子はね、また上にリンク出しておきますんで、よかったらそちらもね、見ていただければ幸いです。ということで、また明日お会いしましょう。はい、おはようございます。
ぐっすりね眠ることができまして、今ですねお風呂も入ってきたんですけど、かなりねお風呂もいい感じ、広いですし、テレビもあるし、肩の方にね水が出る感じのマッサージ機能もあったりとか、腰のね、バブル機能もあったりとか、あとコダージュっていうアメニティ類なんかも非常にねちょっと甘い感じで、個人的には好みなね、匂いでね最高でした。はい、でもう間もなくね9時もありますので、これからね朝食の方食べに向かいたいなというふうに思います。優先でもありますんでね、サクッと並ばずに行けるんじゃないかなと思います。ということで行ってまいります。はい、朝食会場ですけど、こちらにございますオーシャンフロアのね優先レーンがありますんで、こちらからね入っていきたいと思います。はい、ということでね朝食会場の方にやってまいりましたけども、もうかなりねすんなり入ることができました。さすが優先レーンですね。ビュッフェでね今9時過ぎなんですけど、結構ね賑わってますので、まあ、ちょっとね見れるわ写真をね撮ったりとかしたいなと思いますけど、とりあえずねお料理の方を持ってきたいと思います。はい、レイ君用のですねご飯を持ってきましたけど、かなりねやっぱこうお子様向けですね、フランクフルトとかたい焼きとかウインナー、唐揚げ、焼きそば、タコさんウインナーまでございます。はい、そしてねこんな感じで結構ね細かくお料理持ってくることができるのでね、なんかいろんなのを持ってこれていい感じですね。はい、こちらですねスフレパンケーキだったりとか、この生ハムとかおしんことかもあっていい感じじゃないですか。なんか久しぶりに浅漬けとかね食べたくなる感じ。どう、フランクフルト、アメリカンドッグ、うん、ソーセージ、そうアメリカンドッグどうですか。カリカリカリ、うん、ガジできた。私も出てきた、うん、ここからのここで、はい、ということですね、一通りねほぼ全種類ね持ってきたという感じですけど、まだねキッズメニューでナゲットとかもありますけど、かなりのね種類があって、これはねいいですね。ご飯のねお供がめちゃめちゃ豊富ですね。はい、三大ご飯のお供と言ってもいい、じゃこと明太とね持ってきましたよ。美味しそう。じゃあいただいていきましょう。はい、ということでねいただいていきたいと思います。まずね明石焼きいただきます。うん、うん、今優しい味、ベーコンとかもねアメリカンな分厚い感じでいいですね、うん、あとねこういった浅漬けがあるのがいいですね。うん、うまっ。あとねカレーとかもねあったので持ってきましたよ。こんな感じ。ああ、お子様とかもね食べやすい感じのいいカレーですね。そして炊き込みご飯、鮭とわかめ、うまっ。まあ種類豊富で最高ですね、たこ焼きと、うん、他ねフルーツだったりとかパンとかもありますしね、あとキッズスペースでお子様がね自由に持ってこれるというような感じのところもあって、お子様もね非常に楽しいと思います。このままね今日は食べ進めていって、1階のですねお土産屋さんあるんで、そちら覗いてお部屋の方に戻っていきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね美味しかったですし、種類もね非常に多く、お子様もね楽しんでいただけるようなビュッフェで最高でしたね。まあ、何よりですねやっぱりこのお部屋ね良かったっていうのと、このお部屋だったからこそ、まあ、このフロアか、クラブフロアみたいな感じのね、お部屋だったからこそ、まあ、優先的にチェックインができたりとか、
冷蔵庫の、ね、中のドリンク無料だったりとか、朝食に関しましても優先レーンがあったりとかですね、まあ、スムーズに並ぶことなくですね、店内に案内していただいたりとかね、本当に至れり尽くせりだったなというふうに思いました。まあ、本当にね、ユニバーサルポート内にね、こういったお部屋があるのもね、存じ上げなかったんでね、意外な驚きだったりとか、結構アメニティとかもね、こだわりがあるホテルさんで、まあ、このね、多分お部屋、このフロアだったからっていうのはあるんで、まあ、一般のね、お部屋とちょっと、差がね、あるんじゃないかなっていう気はしますけれども、これ、今回ね、破格な料金で、まあ、本来だと多分一人ね、一人当たり3万円以上するっていう感じですけど、今回はまあ割引とかも受けてですね、税差込みでまあ3万3000円ぐらい、プラス、大人2名分のクーポンで6000円分ね、クーポンいただけてるという感じで宿泊できたので、非常にね、大きかったなというふうに思います。またね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンさんに来られる際には、検討にね、差しいただきたいなというふうに思います。ということで、こちらの動画に関しましてね、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残していただければ幸いです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひね、こちらのチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。